聖地に鎖橋ブダペスト西駅ペシュトはハンガリーの中央部に位置する都市。ドナウガーウガンに位置し、対岸のブダとタイになって発展した。ドイツ語ではペストと呼ばれた。ローマ帝国の俗州パンノニア時代に都市コントラークインクムとして建設された。中世には王国自由都市。対岸のブダが軍事、政治的要衝であったのに対し、ペシュトは経済的な拠点であった。 ハプスブルク君主国の支配が安定した18世紀中頃から丘の上に位置するブダに対して平信に位置し拡大しやすいペシトの重要性が増大し1848年革命の際にポジョニからペシトに首都が移されたこの頃にはすでにブダとペシトはペシトブダとして一体として認識されていた首都が移された19世紀頃までドナウ川の氾濫によって ペシュトの町はたびたび水没していた。1873年11月17日に、ブダとペシュトとブダ北部の町オーブダが合併し、ブダペストが成立した。現在でも、ハンガリーでは、ブダペスト全体を指して、ペシュトと呼ぶことが多い。ありがとうございます。